はほぼ全部完食で出すのに食べるようになって121日。120、管理1日だと何グラムでしたっけ？体重で言うと120ぐらい食べればよかったんじゃないかと思いますけど、40に分けて全部完食で。分かった。どう？169だ。で2キロの子だと 0.8 だから120だと一応2キロならいいのかなって思って目標にしてたんですけど。2キロだ。ドライは、ドライは3。なるほどね。まあこれでちびちびっと。でうんちの出来方は？うんちがちょっと出なくて、 でも昨日でどかどか出た感じでいいうんちでした。いいうんちでした。はい。そうか。はい。で検査結果ね先に話しますね。はい。お願いします。まずおしっこのタンパク、はい、UPC いいです。0.03、0.4 以下って書いてあるけど 0.2 以下が本当に大丈夫なところなんで、あじゃあ、はい、0.2 から 0.4 グレーになりますから、はい、おしっこにタンパクが出てない、はい、それから血液なんだけど、はい、これはメールで来たやつなんですけど、はい、今回ちょっと送ったんですね、はい、で外部のですね、そうそうそう、はい、で外部でやってくれるとさ結構ねあの保存しといてくれてこう次のコインやってくれるから比較しやすいんでね。なるほどなるほど。でまずね肝臓、ここら辺まで肝臓、はい、肝臓ね。で高いとか低いとかのとこ三角がつくわけなんですけど、はい、全然ついてないです。あ正常ってことですか。うんいいですね。タンパク、アルブミン、AG比、ビリルビン、はい、それから GOT、GPT、AAP、ガンマ、GTP と正常です。はい、光これは膵臓です。はい、リパーゼ正常範囲ですね。はい、ただまあそんな感度は高くないですけどね。あここ腎臓で腎臓の尿素窒素24正常です。でクレアチンも 1.23 で正常出てるんだけど、はい、私ね猫ちゃんはね 1.0 だと思うんですよ。あだからそうやって思うとちょっと高い、うん、でも 1.6 未満がステージ1だから慢性腎臓病の、はい、だからステージ1ではある。ステージ1はい、1.1 切ると一応ステージから抜けれる。そういうことです。でもなかなかそれも難しいかもしれない、ね、まあ、だから、はい、ステージ1だと症状は出ません、はい、うん、だからなるべくあのステージ1の子は早期のドライの方がいいんですね。あそうなんだ。腎臓病の早期で KD の肝はもうステージ2以降の子に使うやつなんですよ。だからちょっとナトリウム制限タンパク制限がドライよりも肝の方が強いんですけど、まあでもいいですわ。いいです。食べてくれる。脂肪がなんか缶を開けると結構、うん、あの脂肪が多いんでちょっと取り除いたりはするんですけど、うん、なんかまあいいですよ。取り除かないコレステロールと中性脂肪正常範囲、はい、じゃないか。コレステロール150正常ですね、はいはい、中性脂肪も正常、はい、遺伝回数のバランスを見るとこね、はい、ナトリウムカリウムクロール正常範囲ですね、はい、でカルシウムがちょっとだけ高いと、はい、まあ、カッコね、このカルシウムは。まあ、でも許容範囲です。いや、まあ、高いは高いです。ちょっとだけ高い。ガリン、4.1 正常です、はい。血糖値も正常。白血球数、赤血球数、正常ですね。まあ、ただ、赤血球数はよく見るとね、ギリ正常ですよね。ああ、本当だ。700から800万ぐらい欲しいところだね。ああ、ちょっと少ないってことですね。そうです。うん、まあ、ちょっとこの辺飛ばして、血小板。はい。36万だから、まあ、いいとこありますね。それから、なんだこれ、あ T4 か。 T4 はですね、あの甲状腺ホルモン、あのこの子が小さい原因かもしれない。そう、でもまあ一応ギリ正常です。 0.9 から 3.7。 あ本当だ、むちゃギリです、うん、それから SA、 これがよく使ってる、はい、炎症マーカーの数字いいですね。ああよかった。糖化アルブミン、これはですね糖尿病、はい、過去2週間の血糖値の平均を見てくれるんですけど、はい、その場の血糖値なんで、猫ってさ興奮するとアドラリンがたくさん出てすぐ血糖値上がっちゃうんですよ。で見かけ上高血糖が出てくるケースが多いんだけど、はい、まあこれ過去2週間の平均だから、でまあいいところです。これが数字が 16.1 より高ければ糖尿病、うん、じゃあ一応正常値だから予想以上に良かったと思います。ドキドキでした。ただね、まだあの釣りはいつまであるの？もうちょっとあるんだよね。15グラムまであるんですよね。はい。
じゃあちょっと身体検査して、多分ね、ちょっと久しぶりなのかな。今日ね、ちょっと腹筋が悪いです。またよろしくないですか、うん、SS ごめん、うん、はい。